はい、皆さんこんにちは。ペン回しパフォーマー K です。一から始めるペン回し講座、今回はシメトリカルシャドウやっていきましょう。はい、ソニックの 1.5 回転バージョンの手のひら側バージョンってことですね。結構ね、しっかり指を反らす動きが重要になってくる技なんで、事前にこういう柔軟をしておくといいと思います。そしてフェイクトソニックですね、これは必須になってくるんで事前に習得しておきましょう。それではやっていきましょう。まずはお手本動画からご覧ください。はい、こんな感じの技ですね。ここからフェイクトソニックで勢いをつけて、ここでペンが抜けて指の腹で 1.5 回転してキャッチするっていう感じですね。それではやり方やっていきましょう。まずは持ち方ですね。ちょっとペンの奥側の方を挟んでください。手前側がこう長くなるような感じの持ち方ですね。で、ここからフェイクトソニックをします。フェイクトソニックをして勢いをつけて、このあたりのタイミングでうまくペンを抜いて指の腹の上に乗せます。で、指の腹の上に乗っちゃえば、あとはこの勢いで勝手に回転してくれるので、それをキャッチするっていう感じになるんですけど、このペンを指の間からうまく抜いて指の腹に乗せる、この動きが最初なかなかできないと思います。やっぱり最初ってこのフェイクトソニックの感覚が癖になっちゃってると思うんで、なんかこう抜こうと思ってもこういう感じにね、なっちゃいがちだと思うんですよね。これを突破する練習法やっていきましょう。まずはさっきと同じように構えてください。ここからですね。で、ここからフェイクトソニックをするんですけど、フェイクトソニック一周で止めます。で、しかも指をピンと伸ばしてください。こっからこういうことです。こうです。で、そうするとペンがこう上向きになりますね。この状態にしてください。で、ここから力入れたまんま、ちょっと薬指側を上に上げます。この間の隙間をちょっと広げるような感じです。で、ここからこのペン先を振るような感じで勢いをつけてスッと抜きます。こんな感じ。これとりあえず落としちゃっていいです。一個ずつ確実にやっていきましょう。ここから指をピンと伸ばします。で、薬指をちょっと上げます。で、ペン先を振りながらペンを抜きます。大事なのは最初のフェイクトソニックでしっかりこの円軌道を作ることですね。ここからこう動かしちゃダメですよ。ここからちゃんと円軌道を描いて上に上げてください。で、あとこの練習法結構この辺が痛くなってくるんで、無理をせず休憩しながらやりましょう。で、この練習を何回かやってると次第に最初のフェイクトソニックの勢いでペンを抜けるようになってきます。ペンが抜けるようになってきたらあと一歩なんで、ここまでいけるようにまずは頑張ってみましょう。さあ、なんとなく勢いでペンが指から抜けるようになってきたらもうあと一歩です。この指の腹に乗った後はうまくバランスをとって落とさないようにします。で、あとはキャッチですね。キャッチの時は指の腹で回転しているペンが入り込むように人差し指をちょっとだけ上に上げます。そうするとここにうまいことスルッと入ってきてくれます。どうしてもシメトリカルソニックの癖でね、人差し指が先に出てきちゃうこともあると思うんですけど、しっかりペン抜いてからワンテンポ開けて人差し指を上げるような感じですね。はい、今3423ですね。中指、薬指から人差し指、中指へっていう移動でやったんですけど、これ指の移動がなくてもシメトリカルシャドウと呼びます。例えば3434のシメトリカルシャドウ、2323シメトリカルシャドウ、あとは下に下がる動きですね、2334シメトリカルシャドウ、こういう動きもできます。どっか一箇所でね、こうペンを抜く感覚が分かってくれば他の指でもできるようになってくると思います。はい、いかがだったでしょうか。シメトリカルシャドウですね。キャッチ位置を調整するとこんな感じで連続でやることもできます。で、もちろんリバースもありますんで練習してみましょう。
はい、それでは今回の解説はこの辺りで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。K プロデュースのペンマス専用ペンが登場。解説本も販売中です。詳しくは概要欄をチェック。